今回は相模湖でのブラックバスのヒット&キャッチシーン5連発です。私もしっかりフットコントロールのエレキボートに乗って操縦しながら釣りができるようになってきました。また耳の横についてる目線カメラにての聴講映像も撮影しているので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ではでは、まずは1匹目。ここのポイントは大曲がりといって、ここのポイントで釣れたブラックバスを1匹目から3匹目は放送いたします。そしてここで投げているものはスモラバです。木の陰や草の中に入れて少しアクションを加えながら放置しています。ヒット！続いては2匹目。こんな木の影の中に突っ込んじゃってます。木の影の中にひょいっと入れます。この時は昼休憩をしにボート屋さんまで戻ろうとしていたので、投げつつボートを動かしていました。でこの時はダウンショットワームを投げています。続いて3匹目。いよいよ目線カメラの登場です。投げているものはここでもダウンショットワームです。チョン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 とアクションをつけて、イエーイ、一応測ると26センチでした。続いて4匹目、5匹目は秋山川上流にての兆候です。この日は朝から夕方まで一回も当たりもなかったので、まだ釣れてもないのに感動しています。
当によかった。それで測ってみると37センチでした。そしていよいよラスト1本、竿先に注目。ヒット！釣れた！いや、すごいパワーで持ってかれています。大きいんじゃないの？緊張してタモが入りません。こうなったら取りに行くしかない。口閉じ38センチでした。やったね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。